こんにちは、藤田です。今回は SNS 集客がクラブハウスでは方向が逆になるという話をしていきたいと思います。友人がですね、SNS 集客に興味あるけれど、いまいち気が乗らないという話をしてたんですね。まあ気が乗らない理由いろいろあると思うんですけど、これから、Instagram、Twitter、Facebook を使った集客をですね、始めるなら、どういうふうに使えばいいんでしょうか。まあそもそもですね、やるべきかどうかという問題も含めてですね、私の現時点のですね、お考えをお伝えしたいと思います。はい、今回の動画でお伝えする内容です。おすすめしない SNS 集客、自動投稿と広告を使った SNS 集客、クラブハウスの場合は方向が逆になる、こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録してもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので、見てください。藤田博士と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、おすすめしない SNS 集客っていうことで、 SNS 集客っていうとですね、 Instagram、Twitter、Facebook などにですね、まめに投稿するイメージがあると思うんですけど、まあただ批判コメントも怖いですよね。で、あと投稿されたらクイックレスポンスしなきゃなんないのも大変ですよね。こういった理由でですね、敬遠する人も多いと思うんですよね。で、確かにその通りですし、それ以前にこういったですね、集客方法っていうのはですね、膨大な時間がかかりますし、で、さっきの通りですね、精神的にもですね、疲弊するんですよね。で、特に時間がかかるのはですね、フォロワーを集める作業なんですけど、無料で SNS 集客をやろうと思ったらですね、まあ、それなりのフォロワーがですね、必要になるんですね。逆に言えば、有料、つまり広告を使う場合はですね、この限りではありません。私の今の結論としてはですね、Twitter と Facebook については、これからフォロワーを増やして無料集客をすることはお勧めしません。これは理由はですね、コスパが悪すぎるからですね。唯一フォロワーを増やしながら頑張ってもいいと思ってるのはですね、Instagram ですね。若い世代向けビジネスのような場合はですね、非常に有効な手段ですし、若者の検索は Instagram が使われるって言われるぐらいなんでですね、無視できない存在でもあります。もちろんフォロワーをですね、増やす作業は非常に面倒なんですけど、それでもですね、業種によってはですね、十分にやる価値があると思います。で、インスタグラムにもですね、広告使えるんですけど、若い世代はですね、あんまり広告が好きじゃない人が多いみたいなんで、やっぱりリアル投稿の方がですね、反応がいいようなんですよね。もちろんですね、フォロワーの増やし方はですね、王道はないので、もう本当に地道にですね、フォローしてフォローバックをもらうっていう作業を続けるしかありません。で、もちろん大前提としてはですね、ターゲットを明確にしてですね、ターゲットの好む投稿を続けているっていう必要があるのはですね、言うまでもありません。はい、自動投稿と広告を使った SNS 集客っていうことで、ブログによるですね、SEO 集客をしている人は、Facebook ページへの自動投稿と広告出稿っていうのをお勧めします。またですね、フォロワーが少なくても、ついでにTwitter への自動投稿もしておくことをお勧めします。これはですね、それによって反応があるとかないとかに関わらずですね、手間がかからないからですね、ついでにやった方がいいですよっていう理由なんですね。ワードプレスをですね、お使いの場合はですね、具体的にはですね、ブログを投稿した際に、自動的に Facebook ページと Twitter にですね、投稿してくれるですね、プラグインがあるんでですね、それを使えばいいんですね。自動投稿ですからですね、自動設定してしまえばですね、全く手間なしになります。具体的なプラグイン名としてはですね、ジェットパックなんていうのがあります。加えて、Facebook ページの場合はですね、Facebook 広告を使って、その投稿を拡散するのがですね、おすすめなんですね。で、ここで広告をおすすめしている理由は、Facebook ページの投稿への広告っていうのはですね、費用があんまり高くないんで、試してみる価値があるんです。まあ、しばらく使ってみてですね、反応が悪ければやめてしまって、まあその場合はですね、手間のかからないですね、自動設定すればですね、済んでしまう自動投稿だけしておけばいいということですね。はい、クラブハウスの場合は話が変わるっていうことで、今流行りのクラブハウスの場合はですね、少し話が変わってきます。SNS 集客の動線というのはですね、基本的に
SNS からウェブサイトへ誘導して、ウェブサイトでクロージングっていう流れになるんですね。そのためですね、今日ですね、ご説明したような方法で、入り口となる SNS にですね、アクセスを集めるわけなんですよね。ところが、クラブハウスの場合はですね、クラブハウスの方が入り口なんです。もちろんですね、クラブハウスの方に SNS などからですね、アクセスを誘導するケースもありますが、現時点ではですね、スタートがクラブハウスになることがですね、ほとんどなんですね。で、実際にクラブハウスをですね、集客に使う場合の難点は、プロフィール欄にですね、URL を貼り付けてもですね、リンクにならないんですね。で、唯一リンクとして機能するのが、プロフィール欄の下に設定できる Twitter と Instagram へのリンクなんです。つまり、クラブハウス集客においてはですね、Twitter と Instagram を誘導先に使うしか方法はありません。ただ、逆に言うとですね、誘導先としてのみ使うんであればですね、Twitter と Instagram にはですね、フォロワーはいらないんですね。そして、クラブハウスはですね、口で説明ができますから、Twitter と Instagram にですね、へのですね、誘導が非常に容易なんですね。例えば、いわゆるルームの中のお話の中でですね、Twitter のリンクからですね、何々を見てくださいとかですね、あるいはですね、インスタのリンクをクリックしてもらうと私のウェブサイトが見られますとかですね、こういった誘導がですね、効果的にできるんですね。まあ、トークの最中にですね、自然に誘導ができるんで、誘導率もかなり高いと思います。またですね、ツイッター、インスタグラムともにですね、クラブハウスの投稿中にリアルタイムで投稿して誘導することももちろんできます。もちろんツイッターについてはですね、投稿の中にですね、自由に URL を貼り付けてリンクに誘導するっていうこともできますね。もちろんツイッターのプロフィール欄にあらかじめですね、ウェブサイトなどの URL をですね、まとめていわゆるプロフィールとして設定しておくこともできますし、一方のインスタグラムはですね、投稿は URL にはですね、貼り付けられませんけど、プロフィールに自分のウェブサイトの URL を設定することができるということですね。まあ、このようにですね、考えますと、今までツイッターをやってこなかった人も、クラブハウスでの集客のために、フォロワーゼロでもツイッターを始める意味がある、ということになります。はい、副業への一言っていうことで、もちろんですね、クラブハウスのルームにですね、オーディエンスが集まらないと話にならないんですけど、フォロワーがいなくてもですね、ツイッターとインスタグラムのアカウントがですね、集客動線として使えるのはですね、意味があると思うんですね。今までですね、ツイッター、インスタグラムっていうのはですね、フォロワーがいてなんぼだったわけですから、方向が逆になったと言えます。はい、今回は以上です。今回の内容をお役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。